イースト川トンネルはペンシルベニア駅の東端、マンハッタにある32丁目と33丁目の交差点の地下からイースト川を横切りクイーンズのロングアイランドシティへ伸びる4本の単線鉄道トンネルである。このトンネルをペンシルベニア駅やその北や東の地点を発着するロングアイランド鉄道とアムトラックの列車が行き来する。またこのトンネルをサニーサイド車両基地へ改装する。 ニュージャージートランジットの列車も行き来する。トンネルはアムトラックの北東回廊の一部である。ニューヨークとボストンの間や、その他の目的地の間を行き来する列車は、ヘルゲート橋を行き来する途中でこのトンネルを使用する。イースト側及びノース側の鉄道トンネルの断面図を見せる1907年の博覧会の展示品そのトンネルは20世紀の最初の10年間に、 ペンシルバニアトンネルターミナル鉄道の一部として、ニューヨークにあるペンシルバニア鉄道の鉄道駅まで建設され、ペンシルベニア駅と同鉄道のサニーサイドヤードとの接続路線を構成した。当時、エライダブリュハーはペンシルバニア鉄道の子会社であり、そのトンネルはエライダブリュハーが最初にマンハッタンへ直接アクセスすることを可能にした。その計画は、 技師長のアルフレッド・ノーブルによって指揮された。建設契約はエスピアソンサンと結ばれ、作業は1904年に開始された。4本のトンネルが同時に建設され、ペンシルベニア駅から東へ、ロングアイランドシティから西へ、一番街のすぐ東にある縦港から東西へ掘削された。トンネルは1910年にペンシルベニア駅と共に開業した。 1910年までは、エライダ・ブリハーの列車は、ロングアイランドシティまで走行しており、乗客はそこからイースト川を横断するフェリーで、マンハッタンの34丁目へ向かっていた。イースト川トンネルは現在アムトラックが所有し、第3機乗方式と架空電車線方式の両方によって電化されている。ディーゼル機関車は、通風の問題により、緊急時を除きトンネル内に入ることを許可されていない。 そのため、エライダブルハファーは DM30AC を、ラッシュ時に何本かの非電化路線から、ペンシルベニア駅に出入りする列車を牽引するために、使用している。川の下にある4本の線路は、南から北に向かって数字が付けられており、1.2号線は32丁目の、すぐ下を走り、3.24号線は33丁目の、下を走る。東行きの列車は1番線と3番線を使う。 傾向があり、このため東行きの路線をまとめるために3号線のトンネルは2号線のトンネルの東端の数百フィート西側で2号線の下をくぐっている。1.3号線の東側の入り口、北緯40度44分34秒整形73度56分42秒、北緯40.7429度整形73.9450度、 40.7429-73.94502号線の東の入り口。北緯40度44分32秒整形73度56分54秒。北緯40.7421度整形73.9483度 40.。40.7421-73.94834号線の東の入り口。 北緯40度44分35秒整形73度56分45秒北緯40.74305度整形73.94585度40.74305-73.94585西からハロルド信号国所へ接近するとき4本の線路は南から北に向かって1から3から2から4号線であるハロルド信号国署の東側では 1>, 1から3号線がエライダブリュハーの本線の4から2番線となり、2から4号線はエライダブリュハーの本線の3番線や西へのポートはし、ありがとうございます。